大相撲九月場所十四日、富山市出身の朝の山は、二十二日勝ち越しを決めました。朝の山は、時津風部屋の東前頭や三枚目の正代と対戦しましたが、立ち合いが強く踏み込めず、正代にもろ差しを許し折り切られました。これにより、朝の山の今場所の成績は、8勝6敗となり、2桁勝利を逃しました。富山テレビ放送で試合が放映されました。 富山県高岡市中田地区で開催された第40回中田かかし祭が23日に中田コミュニティセンターと中田中央公園で始まりました今年は4年ぶりの開催でスポーツ選手や人気キャラクターなどをテーマにした123体のかかしが会場に並びユニークな姿で来場者を楽しませていますイベントは24日まで続きます来場者は写真を撮ったり 作品をじっくり眺めたりしています。地元の岸はるかちゃんは、家族と一緒に訪れ、アンパンマンが好き、大きくなったらおじいちゃんと作りたい、と話しました。24日は、中田かか祭の表彰式や中田中学校のブラスバンド演奏、フラダンスのステージ、参加型のチャンバライベントなどが予定されています。中田かか祭は、 中田地区の活性化を目的に1983年から開催されています。実行委員会は自治会などで組織され、北日本新聞社と共同で主催されています。8分の1、中田地区の名物行事である第40回中田かかし祭は23日に中田コミュニティセンターと中田中央公園で開始されました。今年は4年ぶりの開催で、スポーツ選手や 人気キャラクターなどを反映したユニークな姿の123体のかかしが来場者を楽しませています。開催期間は24日までです。元大関の朝の山や NBA のレイカーズの八村り、MLB のエンゼルスの大谷翔平などのスポーツ選手や、人気アニメのキャラクター、猛暑を表現したかかしなど、会場には趣向を凝らした作品が並んでいます。来場者は、写真を撮ったり、 作品をじっくり眺めたりしています。大きくなったらおじいちゃんと作りたい、と話した。特設ステージや会場では中田。半ニャノの両保育園の園児が、よさこい踊りを演じた。また、また、民謡舞踊団体、花の会、ガ号土民謡、かかし音頭踊りながら盛り上げた。24日は、 カかしコンクールの表彰式や中田中学校のブラスバンド演奏、フラダンスのステージ、参加型のチャンバライベントなどが予定されています。中田カカシ祭は、1983年から中田地区の活性化を目的に開催されており、自治会などで作る実行委員会と北日本新聞社が共催しています。大相撲秋場所14日目、大関貴景勝は新大関宝昇流に屈し、 痛恨の4敗目。優勝争いの C から転落し、自力部位が消滅した。取り組み後の支度部屋では、負けなので、それが全てです、と敗戦の弁。また明日、集中してやります、と、残りの1番に目を向けた。ただ、まだ、逆転優勝の可能性がなくなったわけではない。24日の千秋楽は、 11勝3敗で単独首位に立つ幕内安住富士が、元大関の幕内朝の山に勝てば、その時点で優勝が決まる。一方で、敗れた場合は、支配の舐め方は混沌。高景勝は、関脇大栄昌との4敗同士の対決に勝てば、優勝決定戦に進むことができる。高景勝が決定戦を制すれば、1月の初場所以来4場所ぶり4度目の優勝となる。 その場合、次の11月の九州場所は砂取りとなるのか、横綱昇進の条件は、大関で二場所連続優勝、またはこれに準ずる好成績、と定められている。審判部副部長の浅香山親方は、みんなで話し合って、優勝したら次はということですか、さすがに。もちろん、成績もそうだけど、内容もそうだし、トータルで、 いろんなものを見て判断して決めていくと思うので、との見解を示した。一場所15日制が定着した1949年夏場所以降、11勝4敗での優勝は3例しかない。低レベルの優勝に加え、高継勝の場合は、名古屋場所、両膝の故障で全球していることも原点材料となりそうだが、果たして、どうなるか、トースポウェブ、 大相撲の秋場所14日目において、東前頭が15枚目の安住富藤が、初優勝に王手をかける一方、26年ぶりの4人による優勝決定戦が起こる可能性も出てきました。千秋楽の4敗制の試合は、大関の高景勝と関脇の大栄昇の対決です。東前頭7枚目の高安は、大関の霧島と対戦し、西前頭ら11枚目の北青鵬は、 新大関の宝昇龍と対戦することが決まりました。安住富士が負ければ、最大4人による優勝決定戦が行われる可能性もあり、それは、1997年春場所以来のこととなります。安住富士は幕内2場所目でありながら、21歳の若さで、単独トップで千秋楽を迎えます。彼には、相当なプレッシャーがあることは、想像に難くありません。 私も21歳で初優勝した際は、14日目の夜は、なかなか眠れずに、ビール2杯を飲んでから、千秋楽の朝を迎えました。ただ、土俵に上がれば余計なことは考えず、自分の相撲に集中するだけです。シンプル、イズ、ベストです。運命の一番は、右の層4つの朝の山線が組まれました。厚み富士は今場所、 白星を重ねてきた頭をつけて、全密を取る相撲で攻めるべきです。朝の山に左上手を許しても、朝の山の上手は深いので、厚み富士は、右から思い切りすくって体を入れ替え、顎を引き、下からじわ、じわ、押せば正気は十分あります。伸び盛りの21歳は、稽古量も豊富と聞きます。稽古した人が一番強いということを証明して欲しいです。 放置新聞社、大相撲の秋場所14日目、東前頭15枚目の安住富士が、初優勝に王手をかける一方、26年ぶりの4人による優勝決定戦の可能性も出てきた。4敗の千秋楽では、大関の高景勝と関脇の大栄章が直接対決する。東前頭7枚目の高安は、大関の霧島と結び、 4敗の西前子ら11枚目の北大鳥は新大関の豊昇龍と対戦することが決まった安住富士が敗れれば最大4人による優勝決定戦になる可能性もありそれは1 9十7年春場所以来のこととなる秋の土俵は大混戦のまま千秋楽を迎える3敗で強いたいだった貴景勝は豊昇龍との大関対決で猛然とついて出たが 土俵際での上手投げに屈した。痛恨の逆転黒星で、2016年は秋場所の合栄堂以来、9人目の角番優勝が霞んできた。強くなるしかない、と絞り出した。他の4敗勢は、勝って V 戦線に踏みとどまった。大栄翔は、霧島にもろ差しを許して万歳。家族が見守る前での10勝目。21年ぶりの支配への道は、 高啓賞との四敗対決勝利が最低条件だ。しかし、高安は、トップで行くわけじゃない。何も考えてない。と無欲を強調した。高安は、飛び猿を送り出した。先週楽まで望みをつないだが、もうないでしょう。先週楽はいい相撲を取るだけ、と、霧島との一番に集中する構えだ。北大鳥は剣章を寄り切り。 初の二桁白星を挙げた。初土俵から21場所目での優勝は、1958年以降、初土俵では最速となる。千秋楽は交渉流戦。ここまで来たら優勝も意識するが、誰が、相手でも、自分の相撲を取って最後までやるのみ、と力を込めた。4人による決定戦なら、97年春場所以来の26年ぶりだ。 また、11勝4敗の優勝は、1949年5月場所以降では、4度目の最低成績となる。八角理事長は、決定戦も盛り上がるが、3敗の優勝の方がいい、と望んだ。勝利の女神は誰に微笑むのだろうか。敗れれば優勝決定戦に進む可能性があります。優勝決定戦は、3つのパターンが考えられます。 4敗した高慶勝と大江勝は、直接対決をするため、最大で3人が4敗を保つことができます。その場合、安住富士を加えた4人による決定戦が行われます。この場合、97年春場所以来3度目の決定戦となります。また、4敗の力士が2人の場合は、昨年の九州場所以来の共栄戦が行われます。 どちらの場合もくじ引きで対戦相手が決まり、4人の場合はトーナメント形式で戦います。ともえ戦は、1人が2連勝するまで続きます。また、厚み都市と1対1の決定戦も考えられます。